政教新聞、名字の源、ロマン・ロランの人生の史、令和5年11月30日。アメリカルネサンスの思想を形成したエマソンとソローなど人類史に刻まれる異形の源泉には師弟の絆がある。20世紀を代表するフランスのノーベル賞作家ロマン・ロランはスイス滞在中に第一次世界大戦が勃発すると絶対平和主義の立場から戦争に反対する。母国から非難を浴びた彼はスイスで亡命生活を送る逆境に立たされるが、反戦を主張し続けた。二度目の世界大戦が近づく中では反ファシズム運動の先頭にも立った。このペンの闘志が人生の師と仰いだのがベートーベンだ。彼はベートーベン逝去の39年後に誕生。青春時代、学生の調べに平和への魂を感じた。生の虚無感を通過した危機に私の内部に無限の生の火を灯してくれたのはベートーベンの音楽であった。彼は終生ベートーベンの音楽を研究し、詩をモデルとした大河小説ジャン・クリストフ等の名作を残した。ロランは語っている。ベートーベンの意志と信仰との大会に浸ることは言い難い幸いの賜物である。彼から勇気と戦い努力することの幸福を学んだと。師弟の絆は時を超える。宗家の師弟もまた功夫の歩みを続ける限り、その魂の絆は永遠である。